Let the free show begin. ヒップホップ DNA パネル、今回もですね、先週に引き続きウィークドドスさんをゲストにお招きしております。お願いします。よろしくお願いします。若いバイブスを感じながらちょっとお話伺いたいと思うんですけど、ついこの間も新作アルバムベガがリリースされて、何曲入ってるんでしたっけ？50です。やばい。なんかさ、なんでさ50曲入れようって思ったんですか？もともとは100がちょっとベストで、うん、で100にしたいなって思ってたんですけど、はい、なんかチューンコアで僕登録してて、はい、それが1枚にギュッとできて最大が50曲で。そうなんだ、知らなかった。とかそうですね、1枚にどうしてもしたかったんで、はい、50曲です。そうですか。それでさ、その前のアルバムも全部で22曲、はい、あぐらいですね、はい。まあ、それもさ結構なボリュームじゃないですか。で面白いなって思ったのは、結構今ヒップホップのトレンド的にみんなさ、もうアルバムはあんまり出さずに、はい、まあ5曲入りの EP とか、はい、まあ、あとはもうシングルをどんどん切っていくとか、そういうやり方の方が若いアーティストにとっては主流なんじゃないかなって思ったんですけど、うん、ここでその50曲入りのアルバムを出してくるウィークドドス君やべえって思ったんですよ。なんかそのこういうでかいボリュームでアルバム出すっていうのは結構ご自身の中で大事にしてることだったりしますか？はい、アルバムはすげえ誰でも出せるんですけど、なんか面白く出してる人とかがいないなっていう印象で、うんうん、なんでそうですね、普通に自己満が8割です、はい、そっか。こんだってさ50曲私も結構3日ぐらいかかって最初全部聞いて、はい、まあその後はこう家でずっと流したりも、はい、してたんですけど、であと今回さあのフィーチャリングゲストもほぼほぼ厳選されてらっしゃるじゃないですか。そうですね、はい、で片やその前回の XD の方はあの片方にはめちゃめちゃゲスト、はい、豪華なもう同年代のラッパーの方たちもたくさん入ってて、今回はそれもちょっとコンセプトとして自分の中で決めてたことですか？そうですね、フィーチャリングは仲のいいやつしか入れてなくて、うんうん、周りで普段遊んでる人とかをピックアップして、まあ、3人なんですけど、はい、でベガを出してそれがなんか今サードっていう、まあ、形になってるんですけど、自分の中では結構ファーストアルバムのつもりで、はい、なんでそこになんか知名度ある人とか、うん、そこに頼ってるんじゃなくて普通に自分自身で、うん、やりたかったんで、まあ、周りの仲間とかを激戦して入れます。そうなんですね。結構前に作った曲も入ってます？そうですね、うん、だいぶ。一番古い曲って何年ぐらい前の曲なんですか？2年半とか2年前とかです。 それはもうじゃあこのファーストアルバムのために温めてたみたいな。まあ、そうですね、ミュージックビデオとかも出てると思うんですけど、後々にはって感じだったんですけど、うんうん、タイミングがちょっと早く来てしまったです。おお、そうですか。しかもさ、まだまだ未発表曲があるわけでしょ、はい、すごいね。ていうかもうウィークドドスくんのさパソコンのハードディスクとかどうなってるんだろうとか思っちゃいました。データも容量パンパンですね。そうですか。え、もう毎日毎日制作してる感じですか？そうですね、予定で1日潰れたりってこともあるんですけど、うん、はい、なかったら、うん、そうですね、それ以外だったら毎日作ってます。そうなんだ。例えばウィークドドス君がこれまでにもう物心ついた時から本当にいろんなあのヒップホップの楽曲聴いてらっしゃると思うんですけど、ラッパーとしてでも、まあ、その他いろんなこうクリエイティブなことをひっくるめてアーティストとして一番生涯今までに食らってる人ってどんな人ですか？一番食らった人、うん、そのなんか言葉とかわかんないですけど、はい、ドクタードレとかそういうビートのメイキング動画とかを見てて、うん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 、すっげえもやばいじゃないですか ね神業ですもんね、うん、とかファレルとか、はいはい、そうですね、なんか、うん、ビートメーカーの人にすげえ影響を受けたりすること多いですね。鳥肌立ったりとか余裕であるです、ね、最近注目してるビートメーカーとかいらっしゃいます？最近か、うん、最近インターネットマニアが一番今は強いと思うんですね。そっか、まあ、チームでね、そうですね、やってるもんね。すっげえ強いと思います。ウィークドドスさん的にもさ、ああいう風にこうチームを組んでとかって考えたことありますか？いいですね、すげえ理想だと思います。うんうん、ね、いろんなこうデザイナーもいたりとかで、自分もプロデューサーとしてやったりとかね、もう本当にこうさ夢がっていうか、なんか
あのアルバムの出し方もそうですけど、今までに誰もやってなかったことを、はい、なんかやってほしいなって勝手に思っちゃうですね、はい、それはもちろんです、待ってますで、あのラップスター誕生にもファイナリストとして残ってらっしゃって、でそれでウィークドドス君のことを知ったリスナーの方もたくさんいるんじゃないかなって思うんですけど、あの経験を経て何かこう学んだこととかあるのかなって思って、っていうのはベガを作ってる時さ、さっきも古い曲2年ぐらい前の曲があるっておっしゃってたじゃないですか、はい、ラップスター中もずっと制作は自分のアルバム用にやってたってことですよね、はい、なんかその前後でなんていうんですか、制作に対するモチベーションとかなんか向き合い方とかそういう変化ってありましたか？ラップスター出た後の曲の制作は結構なんか自分の中ですげえ歌詞を重視したりとか、いろいろなんか重視すること多くなったっす、はい、それはやっぱりなんかこうさ、ダイレクトに審査員の方からなんかこう言葉をもらったりとか、今まで以上の多分反響があったんじゃないかと思うんですけど、そういうことが影響したっていう感じ？いやなんか遊び感覚であれも応募したんで、うんうんうん、それがなんかうまいこと言ってくれて、うん、普段の遊び感覚でやってる曲作りが間違ってなかったなっていうことが、なんか自分の中ですげえ確信に変わった感じがあって、うんうん、なんでなんか遊びの質を上げたくて、それがリリック重視だったりとか、はい、雰囲気もそうなんですけど、うん、自分の中の遊びを質をレベル上げたいです、うん、なるほど、そうかそうか。この先差し当たってこうラッパーとして叶えたい夢とか、こういうビジョン描いてますとか、そういうのってありますか？うん、もっと海外にアプローチしたいです、うんうん、DM とかさ、コメントとかで海外の方からも来ます、アプローチ？あー、そうですね、ラッパーの方から結構最近になってよく来ます、ね、うん、おー、すごい。でも本当になんかそれこそ柔軟に羽ばたけるね、絶対そういう資質があると思うし、そうなった時にまた今度どんなでかいアルバムを作ってくれるのか楽しみです。というわけでウィークドドさんにお話を伺いました。ありがとうございました。Go big, no mid, eight figs, go get. I like views of oceans, free time don't make no sense. Buying a foreign with pesos, I'm too real, can't play roles. Just pay rolls, Jeff Bezos, and my bitch co-CEO, that's bagels, yeah. Never did anything that ain't require a plan. Tried to humble myself and pretend like I'm not the man, really I am. And some people get ahead of they self and start celebrating.